羽生譲も順調。日本人スケーターがアイスショーで着々と調整。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。7月1日までの静岡公演で今年の全日程が終わったファンタジーオンアイス2018。この公演に複数回出演した日本人の現役選手は、羽生譲、ーゆずる、キヒラリカ、に幕張からの前後公演と、三原 V、神戸、 新潟、静岡の3選手だった。ハブは、平正五輪を、右足首の治療と安静に努めていたこともあり、5月25日からの幕張公演が、五輪後初めて公の場でジャンプを飛ぶ機会となった。その初日には、ケミストリーが歌う、ウィング・オブ・ワーズとのコラボレーション演技で、最初に綺麗なトリプルアクセルを決め、後半には3回転倒ループを披露。演技後、自らのコンディションについてこう話していた。 まだジャンプは種類を制限していて、アクセルとトーループ、サルコーをリハビリとして練習している段階、その3種類は3回転まで飛べるようになっています。ループに関しては1日に1、2回と制限をして1回転にしたり、飛ぶ動作の練習はしていますけど、ルッツ、フリップはまだ飛ぶ動作に入る練習もしていないです。そんな状態のため、今回のファンタジーワンアイスは、オープニングとフィナーレ以外は、 アーティストとのコラボレーションのみ。その演技に向けては、次のように語った。アーティストの曲には、ボーカルだけではなく、ギターとかバイオリンなどもありますし、曲というのはその土台の上にある。それは僕たちスケーターの、曲があって、スケートがあるということと、すごくつながっていると思っています。そんな意識で改めて曲を聴いてみると、歌声やピアノなど、それぞれのパートには、その方々のそれぞれの思いやリズム、 テンポがあるということに気がつきます。二人で歌っているケミストリーさんの歌声も、それぞれのリズムの取り方や呼吸の取り方が違う。そんな掛け合いでできているプログラムだからこそ、それに自分もどうやって融合していくかを考えています。試行錯誤しながらですが、自分の感覚としては楽しく滑れています。ある意味、ちょっと新坂会地に挑戦中という感じです。ハブはその中でも、 自分を着々とレベルアップさせていた。2回上目の金沢公演では、初日はトリプルアクセルと3回転トーループ、2日目には4回転トーループに挑戦。これは着氷が少し乱れたものの、フィナーレでは4回転トーループに再挑戦して、綺麗に決めて観客から大歓声を受けた。その翌週は、長野で開催された、ヒーローズフューチャー2018の2日目から出演。 ここでは2017年世界選手権で世界最高得点を出したホープレガシーのショートバージョンを滑り、その演技で3回転ループを解禁。その後の4回転トーループは転倒したものの、トリプルアクセルプラス1回転ループプラス3回転サルコーをきれいに決めると、これをシークエンスの後にトリプルアクセルを飛び、コンビネーションスピンで締めくくる演技を披露した。最終日には、 三回転ループで予定していた最初のジャンプを軌道が違っていて飛びにくいと元のフリーの演技と同じように三回転フリップに変えて軽々と飛び会場を驚かせたさらにその後は四回転トーループプラス三回転トーループを成功させるとトリプルアクセルからの三連続ジャンプと単発のトリプルアクセルをきれいに決め順調な回復ぶりを大いにアピールした続く6月15日から開幕したファンタジーワンアス 後半の神戸公演では、ピアニストの清塚信也とのコラボレーションである、ハリよらいを披露。ジャンプは2本だけの演技だったが、初日と2日目は最初に3回転ループを飛び、後半には大きさのあるシングルアクセルを飛ぶ構成となった。その演技を、最終公演の静岡では感情を少し抑えた洗練させたものにして、最初の3回転ループも綺麗に飛んだ。その回転速度はこれまでより速く、 最終日には4回転も十分いけると思わせるほどの3回転ジャンプになっていた。プログラムの完成度がさらに高い演技を披露したハブは、4回転ループも飛べそうな状態になっている姿を見せて、アイスショーシーズンを終えた。トリプルアクセルも飛んだキヒラリカ。また、ハブと同じく全公演に出演したキヒラは、最初の2公演と神戸の初日まではショーナンバーのラビアンローズを滑り、 神戸の二日目からはサクキトム・ディクソンに振り付けてもらったビューティフルストームを披露した。サクキまでとは違うしなやかさや繊細な表現、動きの大きさを強調するラビアン・ローズではジャンプにやや苦しむ姿を見せていたが大きな雷の音から始まり独特な動きが際立つビューティフルストームでは両手を上げての三回転ルッツや三回転フリップのほか、三連続ジャンプも飛んで会場を沸かせたキラは 静岡公演二日目と最終日にはトリプルアクセルにも挑戦。二日目は転倒したが、最終日は両足ながら着氷した。また、ダブルアクセルプラス三回転トーループや、三回転ルッツプラス三回転トーループ、三回転ルッツプラス二回転トーループプラス三回転ループも飛んで、綺麗な三回転サルコグで締める滑りも披露。シーズニーへ向けて、キヒラの武器であるトリプルアクセルを磨いていく道筋が見えていた。 また、神戸からの3公演に出演した三原は、彼女の特徴である伸びやかな滑りを強調する作機のエキシビションプログラム、ラカリパを演じた。ジャンプ構成は、神戸では最初に3回転ループを飛んでいたものを、最終公演の静岡ではダブルアクセルプラス3回転トーループに変更していたが、会場を大きく沸かせていたのは、 三回転ルッツプラス三回転トーループに二回転トーループや二回転ループをつけた五連続ジャンプだった。さらに、静岡の最終日には六連続ジャンプも披露して観客を驚かせた。伸びのある滑りのステップなどを見せた演技終盤には三回転サルコブプ,プラス二回転トーループプラス二回転ループも構成に入れるなど、三原は楽しみながらシーズンへ向けて調整を続けている姿を見せていた。今年も、 全国各地で開催されるアイスショーで新シーズンへ向けて日本人スケーターたちが着々と準備を進めている。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。